全日空貨物機失踪事故とは、1965年2月に、全日本空輸の貨物機が巡航中失踪した航空事故である。後に墜落していたことが判明したが、機体が発見されたのは22ヶ月後であり、その上、捜索範囲から大きく離れた地点であった。全日空のダグラス DC-3 貨物専用機が失踪したのは1965年2月14日。 未明のことであった。当時、全日空は、郵便物などを運ぶシーンや貨物便を運航していた。失踪した貨物機は144個1 8 7 0ラムの貨物を搭載して午前3時50分に大阪国際空港を離陸した。貨物の中には、世界的単語楽団、アルフレッドハウゼ単語オーケストラが東京公演に使用する楽器が含まれており、 全搭載貨物の3分の2を占めていた。午前4時25分に事故機は、愛知県知多半島港和 VOR 通過、同4時39分浜松通過見込みと東京の航空交通管制本部に連絡した後消息を絶った。事故機は午前5時45分に、東京、羽田空港に着陸する予定であったが、搭載燃料は360ガロン、4時間分しか、 搭載されておらず、遭難が確実となり、大規模な捜索が開始された。なお、前述の楽器を喪失した楽団は、14日の東京公園を NHK 公共楽団から楽器を借りていった。貨物機は、最終連絡の地点から推定して、北半島から、円周な大沿岸部で遭難したと見られていた。また、最後の通信の直後に墜落した可能性もあったが、 通信機の故障でもっと遠くまで飛行していた可能性もあり、捜索範囲は絞りきれなかった。事故当初は全日空の同僚機による空中からの捜索で、下半島の南側海域で事故機の残骸を発見したとの報告があったため、三河湾に墜落したと推定されたが、これは海上保安庁の捜索で貨物機とは無関係と判明した。 そのため最初の捜索は空振りに終わり、貨物機が予定していた航路上の紀伊半島から暴走半島にかけて大掛かりな捜索が行われたが、貨物機は発見されず、行方不明と断定された。また捜索は10月の南アルプスを最後に打ち切られた。なお貨物機と思われる航空機のプロペラ音を午前4時45分頃に航空自衛隊浜松基地の宿直の隊員が、 聞いたとの報告もあったが、貨物機の最後は全く不明であった。そのため全日空は4月14日に JA5080 機を航空法8条第1項、第2号により2ヶ月以上不明の場合の特例を適用して民間航空機登録の抹消手続きを取った。また登場していたはずの機長と副操縦士の二人については民法30条2項の特例を適用され、 翌年2月14日に失踪宣告の申し立てが行われた。後に航空関係の文献や当時の報道資料に貨物機自体に民間航空史上初めての失踪宣告が行われたとの記述があるが、これは搭乗員の失踪宣告と混同した可能性があり誤りである。墜落地点近隣の天竜川失踪していた。 JA5080 の残骸が発見されたのは、事故発生から22ヶ月後の1966年12月29日であった。沿岸部から遠く離れた浜松市の北北東約70キロメートルの静岡県岩田郡にある南アルプス中の尾根山の山頂付近、標高2200メートルの国有林で、静岡県岩田郡の鹿狩りのハンターが雪の中から発見したものである。 現場に落ちていたフライトプランなどの遺留品から JA5080 機であることが判明した。事故機は大地に衝突したのではなく空中分解したかのようにバラバラになっていた。また、乗員2名の遺体も12月31日に行われた警察による捜索で機体残骸の下から発見された。墜落したダクラス DC-3 型機には、 ブラックボックスが搭載されていなかったため、事故原因は不明であった。なお、事故当日は、気象状態が悪く、事故期も予定では、東京から大阪へ飛行し、折り返し午前3時頃に大阪を離陸するはずであったが、激しい雷雨のため離陸が遅れていた。天候回復後に離陸したが、遭難したとみられる午前4時半前後の名古屋地方は、猛烈な雷雨に襲われていた。 そのため事故機が北半島から左に大きく旋回して静岡県の山奥に墜落したのは温暖前線が通信している最中の激しい雷雨と突風の中で景気が誤作動したためであり墜落したのも空中でウィンドシアもしくは雷の直撃を受けたためではないかと見られているが確定はされていないありがとうございます